豆乳の おはようございます。今からシャトルに乗って空港に行きます。Good morning. おはようございます。おはようございます。じゃあ今からデンバーに行きたいと思います。今日はですね、デンバーからコーディ、ワイオミングのコーディに行くんですけども、そこで自分の大学の時のバディであった龍之介が、ジャンプシートに、乗りに行きます。ではまたデンバーで会いましょう。ただいま、デンバーに着きました。ジャスティンとシー・スパイト・デンバーは一旦ターミナルに入って、ジャスティンはみんなの分のコーヒーを買いに来ましたね。で、自分は今オークランドを、してきて何も問題なかったので、まあ、ジャスティンを待とうかなと思います。今8時半で、確かデパーチャー9時50分とかで、まだちょっと1時間ほど時間ありますね。ジャスティンが帰ってきました。おっと、うるさい。コーヒーを買っていただきました。どこのやつやこれ？カリブ。カリブだそうです。はい。美味しいです。まあ準備はもう大体できたので、そうですね。あとお客さん待って、でジャンプシートに龍之介がジャンプシートに、来て一緒にその今日のコーディでまで行って、まあそこでみんなでちょっとご飯食べたり、しようかなと思います。見えてますか？あ、でもジャケット着てるね。見えてない、全然無視。はい、皆さん今龍之介が来ました。はい、今から3人で行きたいと思います。ではまたコーディで。おーいっす。今コーディについて、近くのステーキ屋さんにまで行きたいと思います。ちょっと風が強いですね。メインストリート、これがメインストリート。ああマジか。カンザスじゃない、なんかミズーリーじゃない。一番のおすすめとかどれ？これが有名らしいですね。Real Cowboy Stuff。で、まあステーキ。なんて。ジャスティンが。確認だけした。そのはず。Rocky Mountain Oysters で。That's the most. ボウ？で、あのでっかい。闘牛？闘牛？の。食べます。お、あげたやつ。なんで美味しいですか？クリーミーさもあるし、レアというか、海も貴重なものが美味しいでしょうね。うん、ああ、そういう。それに比べて、山のバージョンがこれ。え、食べたことある？
ない。食べてるのじゃん。やだ、なんで怖い怖い怖い。なんでだそうです。うわ、うまいのかな。え、気になる？ちょっと気になる。え、りょうさんはいける？俺も別に、頭でいい。2対2ですね。左と右で分かりました。2対2。いいよ、じゃああなた可愛くパリパリチーズを食べてればいい。私とりゅうさんが食べるそうするいいよ。いいよ。残すしか食べれないものを食べよう。おー、たまになりました。はい、じゃあ、ちっちゃく乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、龍之介はですね、自分がそのアメリカにこっちに、まあ、8年前か9年前ぐらいですね、来た時に一緒に、ミズーリに来て、そこでプライベート一緒に撮って、一緒にカンザスステートに編入して、そこで一緒に CFWM を撮って、まあそうですね、フライド時間別々で食べて、龍之介は別のリジョナルに行ったって感じですね。でもインターン一緒にしてた。あ、そうですね、インターンをインターン一緒に、サンノゼのフライトスクールで一緒にインターンをしてました。いただきます。いいよ、食べていいよ。はい、皆さん来ました。今からこの玉を食いたいと思います。ニューチキン、はい、今日食べていくのはこちらになります。見た目はなんか普通のチキン、胸肉みたいな。匂いがチキンだもん。匂いがチキンだもん。いただきます。私も食べてると思います。あ、でも本当チキン言いますよ、味が。ちょっと若干癖あんの、うん、ある？若干うっすら考えてみる。これなんかもうそれ何面がこんな感じ。あ、待って、後味感じるかも。煮込んだ後に焼き鳥のわかんないハツみたいな。だそうです。あ、そうかも。ピーチャー、テンダーロインとスイートポテトですね。で、自分のラッシングは同じハンドカップ。俺も多分同じだと思う。ステーキです。スティームブロッコリーですね。はい、皆さん、肉は来たので食べていきたいと思います。これなんだ、これ。ホースラディッシュ。生姜的な。いや、わさび。何ていうか、ホースラディッシュ。マジわさびじゃん。専用わさび。アメリカ人これ食うの。そういうことでしょ。そうなの。はい、清涼わさびにいただきます。この端っこの一番脂のあるところ行きたいと思います。やっぱこれ微妙にわざと揺らすことで美味しさが出ますかね。表現いただきます。うめえ。うん、うまっ。飛行機飛ばすのって楽しいのけど、これが一番いいの。来るとこ行きました。街の冒険とか食べに行くとか。食べ終わったらちょっと、スケッチは探しにお土産屋さん見ていい？行きたい。それが一番楽しい。ごちそうさまでした。ちょっとおっしゃったよ、おっしゃったよ。はい、皆さん、まさか3人でなんかちょっとおしゃれな柄の毛布を買いました。はい、今写真撮影中です。では次はそこに行こうと思います。Mostly all, you know, within the United States. I never really got to go overseas. Yeah, so it was pretty cool. It was pretty cool. I lasted almost 3 years. And then I said, you know what? I can make a lot of money bartending. I can, I can,
I can serve drinks and food down on the ground and make more money, you know.